広島全市制覇覚えてください。サンブレイズ覚えつかないです本当ですか。じゃあ、サンホニャララといえば何を思い浮かべますか。廿日市サンブレイズという女子の硬式野球チーム。ぜひあの私たちのチャンネル今登録してもらってもいいですか。あ、いいわいいわ。このフェリーターミナル内にある初恋マーケットというのがあるんですけど、そこに中に入っている三里垣さんが、はい、今回あの2人にぜひ牡蠣を食べていってくださいって楽しみ、そんなことをちょっと連絡いただいたんで、はい、今から行ってみましょうか。はい、行くよ。ぜひ行きましょう。やっぱ綺麗、めっちゃいいですね。うん、なんならこのままフェリー乗って行きたいぐらい。バイバイ。行かないですか行きたい。西山選手は来たことあるんですね。あ、そうですね。もうちょうどここでヒロテレさんあの生放送に出演させていただいた、この前したばっかですね。はい、まあでも一緒に2人で宮島、2人ちゃう、2人ではないです、寺島選手と3人で宮島まで行ったりしたんで。でね、その時ロープウェイがねちょっと故障してて上まで歩きました。そう、めちゃくちゃ暑かったです私は動きやすい格好やったけど、私服で。やっぱ人がすごいですね、外国人の。サンビ君、サンビ君。私お初です。私この前ぶりですこんにちは。こんにちは。こちらが三里垣さんのキャラクターサンビくんです。めっちゃ動いてる。この前の生放送の際もあの私たちより人気で、はい、すごく嫉妬しましたなかなか出る機会がないので。あ、そうですね、はい、見られるといいことが起こるって言われるぐらいの今日は楽しみやね。はい、楽しみにします。お願いします。お願いしますこちらは、どういった場所になるんですか。宮島口の、旅客ターミナルにある初恋マーケットっていうお店の中なんですが、もう2月から3月の牡蠣が一番美味しい時期に取った牡蠣を使ってまして、でうちのオーナー自体が牡蠣があまり得意ではないんですが、その中で自分が食べられる美味しい加工品を作りたいっていう思いで作ってるのがこの三里垣の加工品になります。こちらはどういった商品になるんですか。牡蠣の味を生かすような味付けをしてますので、すごく牡蠣を食べてもらうには美味しい加工品となっております、はい、どういった味があるんですかね。一番人気があるのがこのアヒージョと佃煮のオイル漬けなんですが、やっぱ人気なんですね。アヒージョはあのニンニクと唐辛子で、はい、作ったような、はい、あのアヒージョテイストの牡蠣のオイル漬けになってます、はい、でこちらの佃煮のオイル漬けは、はい、透明なんですが見かけがすごく良くて、で国産の山椒と、北海道産の昆布粉を使ってすごい牡蠣の素材を生かしたような味付けをしてますので、食べてもらうと美味しいって分かってもらえると思います。はい、なんか気になってるのある。気になってるのはアヒージョです。やっぱ私は王道のあの佃煮のオイル漬け、はい、お願いしますお願いしますむずバーニャン、いやー美味しそうじゃあエビスジマスです、うん、じゃあアヒージョ、はい、はい、いただきます。アヒージョです。いただきます。うん、美味しい。なんか私めっちゃ牡蠣大好きなんですけど、なんかいつも食べてる牡蠣とまたちょっと違ったオリーブオイルがすごくなんか牡蠣に合ってますめっちゃ美味しいです。これ渾身の広島牡蠣つくだ煮オイル漬け。ではいただきます。うん、美味しい。やっぱ食感もいいですね。なんか柔らかくて美味しいです白ご飯に合います、うん、私のこの佃煮のはこれは何に合いますか。これはお酒ですお酒と牡蠣でいけます最高の食レポですね。めっちゃ美味しいです。ちなみにじゃあこの美味しさ野球に例えたら何になりますか。これは
野球で例えるとこの美味しさは間一髪のホームスチールです。え、どういうこと？詳しく説明して。間一髪のホームスチール、やっぱ大事な場面での決めてくるホームスチール。ホームスチール、次行きましょう。オールスターゲームですね、はい、今日。やっぱね、牡蠣ということで、牡蠣さよなら満塁ホームラン、はい、勝った。ゴブゴブですね。どうですか、どっちの勝ちですか？それはさよならホームランです。イエーイ。ちょっとホームスチールは意味わかんないですね。あの、もしよろしければ、はい、あのサンブレイズのステッカーができましたので、はい、あのお店のどこかに貼っていただいて、はい、もしあのこの YouTube を見て来られた方にこのステッカーを渡していただきたいなと思うんですけど。わかりました、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。では私からも一つお願いが、はい、はい、賛美書きを宣伝してもらってもいいですか？はい、やらせてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ西山さん、あの宣伝してくださいということなんで、はい、どうしましょうか？そうですね、やっぱ三磨きさんのあのオイル漬けも食べさせていただいたということで、お返しお礼にね、即興 CM をやりましょうか。恵比寿島選手、はい、やりましょう。世界遺産宮島の自然から湧く綺麗な水で育った牡蠣を、独自の高い水準を満たした牡蠣だけを選別、妥協を許さない最高級の三磨牡蠣を一度ご賞味ください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ宮島来た時はまた来ます。ぜひまた来てください。はい、ありがとうございました。じゃあ行こっか。好評です。バイバイ。バイバイ。バイバイ。こんにちは。すいません、少しお時間よろしいでしょうか？はい。ベイスターズファン、はい、どちらからお越しになりますか？東京からです。あ、すごい。あの、実は今あの YouTube 撮影をしてまして、はい、どうぞ。あの、いきなり一つ質問させていただきたいんですけども、はいはい、ホニャララといえば何を何かある、これ。三なんとか、三ってつく言葉。なんだ。ない。ない。サンフレッチェじゃないことは分かった。ごめんなさい。本当に。私たちあの、はい、廿日市サンブレイズという女子硬式野球チームに所属してまして、はい、あの今知名度調査ということで、はい、皆さんに質問してました。はい、ありがとうございます。いえいえ。YouTube とかってご覧になられますか？はい、見ます。もしよかったら、はい、こちらの様子もあの流れると思うの で、ぜひ私たちの YouTube を今登録していただきたいんですけど。ああ、わかりました。はい、携帯お持ちですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの協力していただいた方にあのステッカープレゼントしているので、はい、もしよかったら、はい、どうぞ。あ、公式なんですね。あ、そうなんです。最後に決め台詞がありまして、はいはい、広島といえば廿日市サンブレイズ。ありがとうございます。お時間いただきありがとうございます。ありがとう。覚えてね。ありがとうございます。ありがとうございます。次腕立て、違う、はい、あ、次腕立てや、次腕立てです。行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、今日答えてもらえてない。頑張りましょう。ありがとうございます。次回は先着100名様に、オリジナルステッカーのプレゼントをするということで、はい、やっぱツイッターのフォロワー2300人ほどいるので楽しみやね。はい、早速行ってみましょうか。うわうわ。お楽しみに。